今日はあの人が帰ってまいりました。シドニーさんの登場です。シドニーさん、この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。その帽子は何なんですか？可愛いでしょ、これね。11月28日がイカの日なんですよ。イカはなんかその 2本特別な食腕っていう足があって、腕があって、で残り8本はまあ、足だっていうので、なんかその分けて8月2日がもともとイカの日らしいんですよ。で、そこからいいイカの日っていうのも作ったっていうので、日本イカ連合の方から教えていただいたので、それはぜひやらなきゃってイカをかぶってきました。特にね、これ11月28日に配信するわけでもなんでもないんだけど、もう終わったんですけど、まあ近かったから。もう終わったんだけど、あ、その知識知ったからね。はい、とりあえずかぶっとかなきゃっていう感じなの。そうです、はい、OK、OK、ではですね、今日はあの人が帰ってまいりました。シドニーさんの登場です。シドニーさん、イエーイ、どうも。久しぶりだ。なんか肌つやすごい良さそうで。おお、それだ。どうですか、ワシントン生活。すっごく素晴らしいですよ。たっぷり日本のレストランありますよ。一応整理すると、ね、今度今スミソニアン博物館っていうところで勤務してるんですよね。そこはどういう博物館になるんですか？昔々黒人の生活、黒人の歴史とか、この今の博物館は勉強してますよ。500年の生活、船から奴隷とかいろいろ生活、はい、今まで、とにかくでかいんでしょ。はい、アメリカで一番でかい。はい、いや、でもさ、シドニーさん、まあ、せっかくだから、なんかこうワシントンの見どころっていうかな、ホワイトハウスとか、まあそれぐらいはなんとなく分かる。あとなんかリンカーンの巨大な像があるのもあれ、はい、結構近いですよ。私の会社からホワイトハウスまで歩いて10分ぐらい。はい、こんなとこ住んでるんだ今。あれ、旦那さんと離婚した話は触れていいのかな、これは。触れない方がいいのかな、しどりさん。最低感、最低感。今、一人で暮らしてるってことですか？独身みたいですよ。だから生き生きしてんの？心なしかウキウキしてるように見えるんだけど、気のせいです。じゃあ、わかりました。はい、ではですね、本日の企画はこちらです。シドニーのワシントン最新食べ歩きレポート。今回はですね、ワシントンでの新生活を始めたシドニーさんに最新のフード事情を教えていただきたいと思います。シドニーさんにいろいろね、今回動画を送っていただいたんで、それをみんなで見てですね、まあ翔子ちゃんとか、ああゆうさん、いろいろ質問をぶつけていただければと思います。1本目の動画見てみましょうか。はい。 Hi everyone, I'm at Rice Bar in Washington DC. Here is my miso and here is my ramen. So I'm gonna put those two together and see what happens. Okay.Here we go. Put the miso in here. Hi, hi, hi. Nani, kore? Hi. Just wait. Good action. Miso ramen, yo. Kale. Shiitake. Nori. Shiitake, nori. Itadakimasu.Good.
とか、グッとか。うん、おいしい。あれは何？そもそもなんかフードコートみたいなとこで買ってきたラーメンっていうこと、シドニーさん。このラーメン屋さんは、うん、だんだんコロナ変わりました。レストランのスタイルが変わったってこと？はい。はい、そうすると、うん、あんまりウェイトレスさんとお客様あんまり関係を接しないように、はい、うん、はい、うん、そうすると、うん、全部ボウル入れて、あの、あ、パッケージングして、はい、自分で合わせる。あのスープがいろんな味があって選べるってことですか？はい、醤油とか味噌とか、うんうん、とんかつとか、はい。あ、そういうことなんだ。はいはい。いや、俺てっきりね、味噌汁なのかなと思ったんだけど。うんうん。No, no. 違うんだ。味噌の、はい、本当に味噌ラーメン用のスープが入ってて、で、はい、味噌かけるんだ。うん。おかしいですか？なんていうの、ああいうカップに入ってるものって味噌汁だって思ってるから。っていうか、あの、違うんですよ。シドニーさん、あの、映像で味噌スープって言ってたんですよ。だから、はい、それもあったと思うんですよ。だけど、その、聞いたらいろんな、その、塩のスープとか、はい、あの、醤油のスープとかもある中で味噌のスープがあって、味噌スープだから、余計分かんない。そうだね、かぶってやってるんだよね。だから味噌スープって言ったらだって味噌汁でしょって。はい、味噌汁、うん、日本語に直したら味噌汁のことだよね。そうじゃなくて、味噌ラーメン用のスープで味噌スープっつってるんだね。よく分かった。実はこのレストラン日本のレストランじゃない、韓国風のレストランよ。韓国風のレストラン、ライスバー。ライスバー。水商売みたい、はい。そうなんだ。騙された。なるほど。じゃあ、日本のお店だと思って、シドニーさんは行ったけど、うん、実は韓国のお店だったんだ、うん。はい、はい、はい。味はでもどうでしたか、あれは。長崎のちゃんぽんの方がいいですよ。長崎ちゃんぽんのね、役所工事のね、出身地の長崎のね、長崎ちゃんぽんがいいのね。役所工事、まだ大人気ですか、役所工事。いや、もちろん大人気よ、うん、CM とかいっぱい出てるよ、うん、本当本当。出ましたね、役所工事さん。うん、手あげて。はい、お願いします。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 うんうんうん、ユウさん、なんか気になるのありました？まずね、スープの厚さ。やっぱりほら、日本で食べるラーメンって熱々じゃないですか。なんか全然湯気もあまり立ってないような。うん、大丈夫かな。本当だよね。どうでした、シドニーさん。少ないですよ。どうだよね。何なんだろうね。ちょっと水っぽいですよ。うん、でも大丈夫。いい経験よ、いい経験。いや、ちなみに、そのワシントンのラーメン事情で言うと、うん、日本のお店とかもいっぱいあるんじゃないですか。そうですか。ニューヨークとか、ワシントン DC、多いですよ、ラーメン屋さん。うん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 。うん、どんなお店あります？これから見学するよ。OK、分かった。じゃあ、続いての動画見てみましょうか。はい。はい、皆様、今日、テッドボルテンですよ。おいしい食べ物かな？ファミリーレストランみたいです。はい、入りましょう。かわいい。おお。かわいい。おお。チョコ？何？チョコチップ？クッキー。うん、白い。うん。ああ、うん。ベーコンの上にクッキー。ベーコン。甘いのと甘いのと、うん、おう、うん、おいしい、やうん、うん、そう、朝ごはんいただきます、うん、ああ、マッシ、
いいな。うん、なるほど。はい、皆様、たくさん食べ物あってた。お持ち帰ります。かっこいいね。かっこいい箱ね。はいはい。なるほどなるほど。シドニーさんの一応解説、どういう感じのお店になるんですか今のは。Ted Bulletin 有名ですよ。たくさんありますよ。Washington DC 4つくらいありますよ。うんうん、クッキーは普通のクッキーじゃなくてスウェーデンからかな。Pop-tart P-O-P-T-A-R-T Pop-tart Pop-tart。クッキートースター入れて、うん、1分ぐらい温かいになる。ポン、うんうん、あの店特有のものなの？それとも結構他の店でもあるもんね。初めて見た。このレストランだけ。やっぱそうなんだ。ユウさんはいかがでした？ベーコンとか卵の上にあのクッキーがやっぱり一緒になってるのが、外国感がすごいありましたね。あれは甘いのとしょっぱいのを交互に食べれるよっていう感じなんですね。あとあのクッキーの色単色系もあったでしょ、うんうん、あの水色とか紫っぽいやつとか、あの水のね、うん、あれもやっぱり外国のセンスって感じですよね、うん、そうね。昨日もあの、うん、あの私もクッキー作りたいですよ。今12月アメリカでクリスマスクッキー大人気よ。スウェッター、すごい、ほうって書いてある。はい、サンタさんの声、ほうほうほう、あへほう。何それはシドニーさんが作ったの？あ、作りましたよ。すごい。でも、味はどうですか？あ、いやーなんか久々だな、シドニーさんの食べるところ。いいですか？食べますか？どうぞどうぞ。いただきます。うん。うん。どうかな？うん。どう？甘い。うん、甘い。甘い。甘いだろうね。食ってやったよ。よかった。うん。リーダー。はい、かわいい。おー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 、食べる、うん、もちろん行っちゃってくださいよ。はい、うん、味は緑ですよ、うん、緑。な、味は緑ってどういうことよ。レポートになってない。もう一つ作ってたよ。おー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 、見たい見たい。え、なになになに、アルパカ、ラマ、ラマ、ラマ、はい、うん、あ、結構作ったの、シドニーさん。はいはい、作りましたよ。うん。うん。神社。神社。うん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 。それは何、うん、今見えてないけど、シドニーさんの周りにはそれが20個、30個くらい、こう、実はあるみたいなことなの。はい、これ永遠に出てくるのかな。今、特に家族がいるわけじゃないけど、一人でそれは食べ続けるみたいなことになってんの。3つだけ。3つだけ。ああ、そっかそっか、うん。じゃあ、それで今、出尽くしたのね。そうだね。意外だね。ちょっと、シドニーさんがクッキー焼くのとか、ちょっと想像つかなかったから。クッキー焼くのね。うん。OK、OK。わかりました。次の動画、じゃあお願いします。今、クラスシです。こんにちは。最大寿司。何の寿司ですか？どの寿司ですか？縁側、縁側かな？なんだろうね。縁側っぽいね。うん、縁側っぽいよね。いくらだね。なんかずいぶん不機嫌そうなして、不機嫌そうな顔だね。誰？本当に誰？こんにちは。それだけ？寿司食べてます。はい。とても美味しいです。どうですか、寿司屋さん？とても美味しいです。イエーイ。ちょっと高いけど。はいはい。とても美味しいです。はい。ありがとう。あれ？誰か全然わかんなかった。っていうかあれ、シロニさん、最後の彼は
たまたま隣にいた人なんでしょ。はい、わかんないから。シドニーさんの新しいボーイフレンドじゃないんだよね。日本語喋れてましたね。美味しいって、うん、あの食べてたの枝豆でしたよね。寿司食べてないやんって思ってああ見てたね。ほら本当だ。枝豆食べてるね。寿司食べてない。あ、でもお寿司食べてるんじゃないの。お皿のサラ食べてるんじゃない。いっぱい食べた後か。あれは日本の大使館。そうなんですか。あ、全然そんな風に見えないね。うん、あ、やっぱなんかすごい人たちがいるんだね。素晴らしい。まあなんかワシントンならではの今エピソードだね。うんうん、まさかね、こんないじられ方されてる彼も思ってないだろうね。そしてね、シドニーさん、さらにもう一軒、寿司屋に行ってくれたそうで、ちょっとそちらも見てみましょうか。はい。何これ。Hi, I'm at Nara-ya. 何これ。Japanese restaurant Nara-ya in Washington D.C. 何これ。おおおお。寿司屋。すごいすごい。はい、エレベーター入っています。すごい。何これ。わあ。なんかビル全体がなんかデザインされてるんだ。ほうほうほう。ギョーザ。おお。美味しい。やっと出てきた。巻物なんだ。アボカドの上。そして、あれ？And you like sushi? I love sushi. Wow! Thank you. Thank you. Thank you. 知らん人でた。あの食レポなのか、なんかシドニーさんの交友録を見てるのか、なんかよくわかんないことになってるけど、友達じゃないよね。はいはい、全然たまたま横にいた人に声かけたんだよね。うん、まあ翔子ちゃんどうでした今の。カリフォルニアロールのあのあっちしかないんですか、そのくら寿司みたいなシャリの上にネタが乗ってとかじゃなくて、握り、うん、じゃないしかない。はいはい。だんだんいろいろミックス、カリフォルニアロールとかニューヨークロールとかカメカゼロールとか、だんだん。はい、ありますよ。はい、何、神風ロールって。また今度よ。また今度が多いね。まあいいや、また。普通の握り寿司のところだんだん少ないになってた。スペシャルロール大人気ですよ。ああ、握りよりね、ロール寿司が多いんだ、ね。そうなのか。うん、ユウさんいかがでした。お店の外観とかもその宝飾系も、うんうんうん、バーだからって考えた時にあなるほどって言える部分もあったけど、正直怪しげな雰囲気もなくは なんかやっぱなかなかないよね、あのセンスね。日本じゃないちょっと、ね、なくて、カクテル飲みながら寿司食うみたいなね。ね、なんかミスマッチだよねやっぱね、うん、まあでもミスマッチだからこそこう意外性があって、うんうん、あれのワシントンスタイルなのかどうかよくわかんないんだけど、それが言えるかもしれない、うん、ちなみにアボカドとお寿司すごい合いますよね、うん、これ結構私の中で好きな食品ですね、うんうんうん、酢飯とアボカドですか。
あ、なんとなくそうですね、なんか合う感じがします。合う合う、うん、合う合う、食べたことない、食べます、うん、あ、ぜひぜひ、うん、やってみよう。うん、OK、 わかりました。いやでもちょっとなんかなかなか日本では確かに見慣れない風景で、うんうんうん、楽しい。うん、ちょっと映画のワンシーンに出てきそうなね、うんうん、架空のなんか日本をちょっと取り入れたみたいな、うんうん、なんだろう、タランティーノの映画に出てきそうななんかワンシーンのね、わかりました。はい、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、皆さんそれではさよなら、バイバイ、またね、またねー。